も。はい、皆さんこんにちは。本日も始まりました密着エミチャンネル、本日もですね、ゆるく30分間です。こんな感じでグダグダで、はい、ゆるく30分間放送しておりますので、番組最後までお付き合いくださいね。それではオープニングムービースタート。はい、皆さん、そうですね、グダグダでカミカミな住田エミリが、はい、毎回お送りしております。この番組はですね、毎回お酒を飲みながら放送をさせていただいているんで、今回もお酒を飲みながら、はい、グダりながら、はい、トークしていきます。もうすでにグダグダですね。はい、そんな感じでちょっと待ってくださいね。そうですね、皆さんからのコメントをお読みしますね。ちょっとなんか、なんだろう。はい。すいません。全然、コメントにね、今書いてあったんですが、はい、そこどこって。そうなんですよ。はい、こちらは、某どこかです。はい。そうですね。まあ、都内ではないですね、こちらは。はい、アジトです。ゆえって書いてあったんですよ、今。はい、スタジオから、はい、中継でお送りしているんですが、いつもはスタジオで、はい、お送りしています。ちょっとごめんなさいね、カンペが今日ガチガチで読ませてもらいますね。よし、よしよし。いろんなとこでやってみてる。あ、そうですね。カンペをそのまま言っちゃうという事態が発生しました。すいません。はい、こちらの番組はですね、はい、いろんな地方でお送りしていこうと思うので、はい、たまにスタジオでお送りしたりとか、あとこうやって、はい、いろんなロケーションでお送りしたりとかもするので、はい、今後とも楽しみに見てくださいね。そうですね、お酒が、はい、出来上がったんで、ちょっと飲みますね。はい。エンジンがかかるためにちょっと一気飲みしていいですか？はい。そうなん、はい、一気飲みしますね。はい、頑張れるかな、今日頑張ろう。はい、そんな感じで、そうですね、こちらの番組では私 の日頃どういう活動をしていたりとか、どういう過ごし方をしていたりとか、はい、皆さんに近況報告みたいな形でお送りしている部分もあるので、はい、それでは行ってみましょうか。まずですね、読みにくいな。すいません、カンペがちょっと自分で書いたんですが、字が汚すぎて。さすがエミリー。はい、すいません、グダグダですね。はい、ですね、まず第1個目はサファリに行ってきた。はい、私エミリーはサファリに行ってきたんですけど。もうスタッフさんにも笑われる始末。はい、ストレスがね、日頃都会でいっぱい溜まっているので、それを癒そうと、はい、田舎のサファリパークに行ってきたんですが、はい、その写真があるので、はい、まずは1枚目、こちらご覧ください。はい。はい、1枚目、なんかな？多分、表示されました？
前目はビバラだっけ、アルパカ多分アルパカで、2個目が、あ、サイですね、サイだっけあの結構動物に詳しくなくてわかんないんですけど、多分サイだと思います。これで3匹いるじゃないですか、なんかいいなと思ってそんな感じで、はい、続いてですね、はい、もう一枚あるんですが、ライオンですね。はい、エミリーは、8月5日に生まれたんで獅子座なんです。ライオン表示されてるのかな、なんかもう遠隔すぎてまだ慣れていないのでちょっと分かりづらいとこもあるんですが、はい、そこは今ライオンですね。はいライオン、ちょっとなんかかっこよく撮れたなと思ったんですよ、バレながら。はい、かわいいですね、そんな感じで。で、はいお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、あの、なんとイメージチェンジを図ろうと思いまして、ちょっと脱ギャル、はい、今年は脱ギャルをしようと思って、はい、で、髪の毛を染めることから始まり、で、サファリに行って自然に触れて感化された部分があって、ちっちゃい頃に水晶を取ったことがあるんですよ、お姉ちゃんがで、その水晶をエミリーがもらったんですけど、なんか〇〇何々くんっていう人に取られちゃって、小学生の時に。で、そう、取ったでしょって言ったら、え、知らんけどみたいな。でももう水晶持ってんの、どう考えても取ってんの、それなのって、そんなことがあったんだけど、で、もう取られたからもう持ってないし、エミリーはなんか水晶、ああ綺麗だったのになと思って、で、そうこうしてるうちにそのサファリに行って、なんかちょっと自然見て水晶のことを思い出して、また探しに行きたいなと思って、エミリーもで行ってきたんですけど、なんと水晶ね、取れたんですよ。それをちょっとね、見てほしくて、はい、ちょっと、これ、あ、こちらはあるんですよ、生で水晶が生であるんです石英、はい、すいません、あの、水晶の原石の石英っていう石らしいです、はいちゃんと放送しないとって、はい、そんな感じです。はい、どこにやったらいいんだろう、こうかな、わかるかな、これ、あ、それもこんな感じです。ちょっとね、ピントが合わなくて、はい、全然水晶よりも、はい、うわエミリーの喉仏の方がびっくりしちゃいましたね、はいそんな感じで、でも結構なんかいい石取れたと思うんですけど、我ながら、はい、なんかなんだろう、これこそ写真で、はい、送信すればよかったです、すいませんって感じ、わかりづらいですよね、どうやればいいのかな、エミリーが白い服着てるから大して白く見えないんだよね、石がはい、でも撮ってきたんで、これをね、加工していろんなアクセサリーなり、なんかに使えたら面白いかなと思います。でもなんかこの石英っていう石は結構なんて言うんでしょう、身近なとこに活用されてて、あの某 N ヒンヒンとかの光ファイバーってあるじゃないですか、その光ファイバーの光の部分、多分わかんない、光って何わかんないけど、多分ファイバー系のやつえ、レゴの針すいません、スタッフさんの声がね、ちょっと、はい、いろいろ混雑しております。エミリーもカミカミです、いつもながら、はい、なんだっけ、他に何活用されてたっけ、もはや聞いちゃう始末はい、レコ、あ、はい、今聞きましたよ、聞こえましたか皆さん、はい、DJ とかのレコード針のあそこですあの先っつです、はいそうですね、全然どうしよっかなもうなんか話に結構詰まりやすいんですよ私、なのでちょっと、はい、
カンペを見させてもらいますね。え、聞こえてないよ。わかんない。なんかちょっとね、コメントが、コメント見れてるの。はい、見れてます、ちゃんと。いつも結局聞こえてないじゃん。そうなんですよ。耳が腐ってるんです。こういう発言良くないらしいですね。すいません。そうですね。あ、で、はい、サファリパークに行ってきました。で、その後、サファリパークに隣接する遊園地があったんですよ。で、その遊園地に、すごいジェットコースターがやばいらしくて。はい。いくつあったかな？ジェットコースター4つと、あとフリーフォール1つで乗ってきたんですけど、見事に吐きそうになりました。住田エミリです。いや、こんなんがやりたいわけじゃなくて、はい。でも、そうなんです。で、そのジェットコースター乗って吐きそうになって、なった挙句に、ちょっと、何気に心霊系の映画とかが好きだから、なんか、某稲川淳さんの、なんか、やつが 3D か 4D かなんかで見れるやつ行こうよって言ったんですよ。で、行って、見て、はい。面白かったです。もうすいません。気合がないわけじゃないんですよ。全く。皆さんのこと愛してます。はい。そんな感じで。そうですね。先ほどの水晶の話に、ちょっと話戻しまして、結構、水晶を探そうと思って、1回だけ行ったとかじゃないんですよ。もう、3回目かな ?4 回目かな結構もう行ってて、で、日頃からもう水晶の勉強めっちゃしてて、謎に。でもなんでしてるかって言ったら、結構、ちゃんと将来を見据えて、なんか、水晶とかそういう原石とかって結構いろんな物の元となってるんで、そういう部分をもっといっぱい学んだら、なんか、無人島とかに住んだ時一人でも大丈夫そうみたいな。わかんないです。そんな感じです。でも。はい。なんかね、生きる知恵として欲しいみたいな。で、そういうのからどんどん仕事に転換できていけば面白いんじゃないかと思って、はい、探してみたんですけど、はい。で、なんか、はい、無人島で暮らすためには、やっぱ火を起こさないといけないじゃないですか。で、火を起こすためには、木でギーってやって、ピューンって焼くみたいな。もう擬音だらけですね。はい。すいません。目で、だから手でビーンってやって、こっからキューンみたいな感じで、はい。どん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 火やると思うんですけど、はい。そのなんと、先ほどのこれですね。石英があれば、はい。なんと、石英と、なんだろう、十円玉かな？はい。銅と石英っていう成分で、ガッてやったら火がつくんですね。はい。それで火起こしができるんじゃないかなと思いました。でもコメントを、はい、見ると、昔からあるやつそれって言われて、ショック。まあ確かに多分、ライターとかの、何？火つける石みたいなのあるじゃないですか。じりじりの部分とか見ると。多分、あんな感じかな。原理は。わかんないや。はい。そんな感じで。やっちゃダメだけど、ダメなんですかね。水晶。わかんない。ちょっとね、遠隔で、中継で、はい、お送りさせてもらったの初めてなんですが、ちょっとタイムラグがあるんですよ。コメントの打ち込みと。ちょっとそこは、くださいね。はーい。はい。それでは、CM どうぞ。世界慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりロミジュリっすね。
はい。はい、皆さん。はい。そんな感じで、はい、先ほどの続きですね。石英。はい。私、石英。何かと言いますと、水晶ですね。はい。この水晶を自分で取って、はい、来たんですけども、この水晶をどうするかというと、火をつけてとか、無人島でいろいろやるやつですね。ちょっと待ってください。頭の中がちょっとこんがらがってます。無人島で火をつけるために、これがいるっていうことなんで、それを伝えたい。で、こちらがですね、10円玉、銅の成分と、あとこれでガって火がつくっていうくだりですね。もう助けて。そんな感じで。そうですね。この石英ですね、火がつくということなんで、ちょっとやってみたいところなんですが、なんと、はい、こちら多分木造のスタジオになってるんで、はい、ちょっと燃え移っちゃいそうだからやめときますね。でも、はい、こちらのムービーはまた、はい、VTR 撮って、外でロケなりなんなりして、ちょっとまた詰めてお送りしたいなと思います。そうですね。火はつけれません、今回は。で、ですね、こちらの、その、石英とかを使って、将来的に、きっと多分、あ、石英を使っては違うわ。グダグダです。いつもの会話もこんな感じです。はい。将来的に、シンギュラリティっていうことがあって、で、シンギュラリティが何かっていうと、技術的なんとかかんとかって言うんですけど、すいません。もうパニックで忘れてます。技術的、聞いていいですか？ちょっとすいません。はい。あ、はい。技術的なんちゃら得意点って言いまして、ぐだぐだ。機械が人間を超える日が来るらしいです、そのうち。はい。で、私、エミリとしましても、きっとその時代が来るんじゃないかと思って、はい。ちょっと、はい。それでね、なんか生き延びるために、はい。ね、結構アナログな文化を自分でちゃんと認識して、自分で利用してできるように、そんな人間になれるように、はい。今やってるとこなんですよ。で、その第一歩目が、先ほどの水晶、石英なんですね。で、石英をいっぱい発掘して、いろいろしたら、まあ、輝くじゃないですか。輝いちゃうのよ、そんなもん。磨いちゃったら。で、それ磨いて、まあ、売ればいいじゃん。わかんない。嘘です。でもなんか利用できたらなと思ってます。でも、あとなんか、なんだろう、この石英を採取するために、やっぱ結構な岩場とか川とかに行ったりするんですね。その、もちろん許可されてる部分で。で、やっぱこうやって見ていくと石英以外にもいろんな石があって、で、石ってやっぱ宝石とかの原石になっているので、すごいキラキラ光るいろんなカラーのバリエーションのやつがあったりするんで、普通にトパーズとかがあったりするんですよ。で、普通にあるんですよって今言ったんですけど、まだエミリは採掘できてません、トパーズとか宝石部類は。はい。でも第一歩の水晶でも十分な収穫だと思ったので、はい、今後ともちょっと楽しみですね。はい。どん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 採掘これからもしていくので、皆さん石お付き合いくださいね。石を見てください。それただの石じゃんって思っても見てくださいね。そうですね。はい。はい。もうそろそろお酒飲みましょうか。先ほど一気したままだったので、一杯しか飲んでいないので、そろそろ。ああ、もうベロベロなんだよ。ああ、コメントも見てくださいね。すいません。はい、コメントも十分見させてもらいます。すごいタイムラグが大きすぎて、こっちにコメントを見ようと思って、パッて目移りしたら、今度は会話が止まってしまうみたいな現象に陥ってしまうので、はい、言い訳です。ごめんなさい。お酒飲みます。エミリー、これ自分で水入れたのかな、今。酔っ払っててわかんないです。はい、もうギリギリの放送ですね。はい、事故らないようにだけお気をつけください。私か。気をつけます。
そうですね、あのやっぱ私ニューハーフでホルモン治療をしてて、女性ホルモンを打ってて、なのでちょっとね体がだるくてすぐ酔いやすいんですよ。めっちゃすぐ、もう多分きっと更年期障害来てるんじゃないかなと思うぐらい、はい、酔うともうプルプルです。そうですね、なんだろう、はい、そんな感じでどうしようかな。固まることってあるんですね。そうですね、でもそうこうしてるうちに顔がエロいですね。ごめんなさい、このエロ系のコメントはどうしても反応しちゃうんですよ、毎回毎回なぜか。もう昔になんかエロいのは反応しちゃダメだよって言われたことあって、全然反応しちゃいます。すいません、じゃなんか欲求不満じゃないんですよ、全然、はい。そういう話はさておき、はい。お酒もう飲みたくないわ。飲みましょうか。頑張りましょう。顔がエロいって言われて嬉しい？もうなんかすいません、なんとも思いません、はいはい、そうですね、飲みましょう。一気しましょう、そんなもん。水晶を持って一気しようか、わかるわ。もう完全何の番組か分かりませんね、はい。本当はこの番組はナイトチューブっていうスタジオが歌舞伎町にあるんですけど、はい、歌舞伎町ということなので、もちろん夜に根ざした番組が多かったんですが、私の登場によりちょっと謎めいてきましたね。はい、水晶が好きでお酒も飲んで、何の番組なんだろう。ニューハーフでサボテン後ろにあるわ、なんだろう。はい、そんな感じで毎回毎回進めております。はい、次回放送はですね、6月、ちょっと下が回ってきてません、すいません、年ですね、6月20、どこ。それです、6月28日夜7時45分、もうごめんなさい、ほんと全部カットしてほしい。生なんだよね、はい、6月28日夜7時45分からお送りしますね、はい。もうちょっとちゃんと伝えたかった、はい。で、なんとですね、次回の放送で、なんだろう、今まで前のくだりとかをちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、カミカミだわ。ちょっと待って、うろわして、あ、そうね、はい、噛んだ時は滑舌の練習をしましょう。そうですね、急な振りです。滑舌な振り、滑舌な振りじゃない、なんだろう、無事、もうエミリー無事じゃないよね。はい、ちょっと気を取り直して、はい、いつも滑舌の練習をしているんですが、噛まないように、はい、でもこのありさまなんですが、はい、ちょっと今日も滑舌の練習しましょうか、はい、最後に、はい、ね、もうエンディングの振りをする前に滑舌の練習しときましょう、そんなもん。なんだっけ、はい、あいうえおってあるじゃないですか、それをあいうえお、いうえお、あうえお、あいえお、あいう、おあいうえってやっていくんですけど、はい、皆さんちょっと暇があったらやってみてくださいね、はい。まあエミリーがやってみると、あいうえお、いうえおは、うえおあい、えおあいう、おあいうえ、はい、こんな感じです、はい、ちょっと顔がえぐかったですね。そんな感じで、よくあるやつ、そうなんですよ、はい、これをあいうえおから、まあ、次もかきくけこ、きくけこかって全部やっていくんですよね。赤さたな浜やらは、わ、わおん、わおんは、んわお、無理ですね。はい。でもそんな感じでやっていくんです。やっていってください。そしたらだんだん口角とかもだんだん上に、はい、アップアップしていっちゃいますので、はい。それはもうね、どんな、はい、ブー丸の人も、はい、デー丸の人も、はい、笑ってれば全員可愛く見えるので、やってみてくださいね。はい。ちょっと待って、タイムラグでやっぱこっちの自分で見てるモニターがあるんですけど、どういう風に映ってるかとか、
はい、そのモニターがすごい顔してるわ、やっぱショックあでも、はい、これからね、なんだろう、去年はエミリはギャルなイメージで、はい、行っていったんですがね、そしたらバラエティ番組で起用していただいたりとか、あといろんなアーティストさんのライブショーケースに参加したりとか、はい、させてもらってたんで、でもずっとギャルを引きずるのは良くないなと思って、はい、今年ちょっとイメチェンわかんない、イメージチェンジを図ろうと思いまして、はい、こうやってお送りしたわけなんですが、真面目な感じでね、はい、髪色も前回よりは少し暗くなりまして、あと鉱物採集もして、でアメリカに住むためになんだっけ、英語を、はい、自主的に勉強したりとか、発音とかですね、あとなんだろうでもあとそう、アメリカに住むからなんかアメリカ人の生活に慣れなきゃっていうのももちろんあるんですけど、やっぱりアメリカに住むにはそのいろんな条件がありまして、その日本の文化を伝達するんだったら働かせてあげるよとか、いろんなビザがあるんですね。でそれで永住的に住めるようになったりとかもするんですけど、そのくだりの一つでお寿司のアカデミーに通おうみたいな、で日本文化の伝達でちょっと待って、でもそんなとこもどんどん、はい、再来週ですね、再来週曜日に、はい、お送りしますので皆さん見てくださいね、はい、内容は今回よりも絶対詰まってるはずです、はい、今何秒前ですか？はい、50秒前ですそんな感じで、はい、再来週夜7時45分皆さん見てくださいね、もうこんな気づけばもうカミカミながらグダグダながら進めさせてもらったんですが、はい、もう終わりが近づいてまいりましたね、寂しいです、皆さんコメントいっぱいありがとうございました、はい、そうですね、最近 SNS は私結構更新できていないんですが、今日からちゃんと気を持ち直して5月病がずっと長く続いていたので、はい、頑張りたいと思います、はいはい、見てくださいね、ありがとうございました、5、4ありがとう